はい、じゃあね、本日はちょっとね、人数15人ということで、いや今日は多分あのこのランバトではやってないと思うんですけど、シングルのトーナメントをやろうかと思います。大丈夫ですかね。反対意見がなければシングル。で一人二キャラですね。一人二キャラで、通常のトーナメント。じゃあそういうことでちょっと抽選の方やっていきます。枠は影の一存でくじ引いて決めてください。ああ、抽選アプリで、もうこれ以上参加人数増えないですよね。ヒデが来てないな、そういや。ヒデが来てないが、代わりにもっと素晴らしいチュンリーがいます。はい、16人トーナメントですかね。ニュートンにしては16人は多い方ですね。まあ、バーサスの50人とか集まるのがちょっとおかしい。うわ、眠たい。お腹痛いですね。さあ、ハゲが抽選をしようと、もう終わった。さあ、抽選の結果が、こうやってモニター切り替えれるんだって、カメラとかに。抽選のトーナメントとかに。無理。なるほど。シャボ太郎。
ゆうべがトモザ、トモザはエントリーだって先に誰かに頼んでないですかね。電話してくんだあいつ。へえ、トモザバイパー、これよく当たる組み合わせですね。なんかニュートンでいつも当たってるな。10ロードくん、はい、7番カワシュ、そして反対側へ行きまして、3番ウネガイル、8番機械ガイルガイル、さあ機械が格の違いを見せてくれるのか。14番クレイジンさん、そして2番、はい、2番俺、おい機械と当たる、これ超シャーって誰ですかねはい、1番ムナー、ムナーな、11番セオ、16番テラ、そして4番のほぼ山本というわけで、トーナメントが決まりましたので大会を始めたいと思います。皆さん、野試合をやめろと言ってもまあやめないでしょう、まあ、いつものことですね。僕は聞いてもやめないですからね。さあ配信代はそれクレジット入れちゃいかんよ。もうこれはいつも のバイパーガイル対ムナーリリュウ、あ、ムナーリだねな今日。ちなみに毎回土曜ニュートンではバイパー対ムナーリのリュウガイルが100番200番やられております。まあスト2はリュウガイルのゲームですからね。ああまあ決めてなかったし変更がでいいんじゃない、めんどくせえや、まあ、どうせ大体みんなそんなかぶせで使える人、キャラ使える人そんなんいないからね。はい、じゃあ はい、じゃあ今日のねルールもう一度、シングルの通常のトーナメントですね。で、1人2キャラ使う感じです。で、2キャラは、別キャラ同じキャラありの方がいいですか。どっちでもいいですよ、同じキャラありの方がいいんじゃない。まあ、じゃあもう何でも抜きチュンリーを2回出させてあげたい。じゃあ何でもありでね、変えてもいいです、試合ごとに何でもあり。はい、ゴーキー以外何でもありです。ゴーキー以外何でもあり。ゴーキーはね、確かルールがこの NVC のルールでダメだった気がします。あ、そんなルール実はあったんですね知らんけど、ゴーキーの使用以外は全てを認めると。はい、配信台の方そろそろラストにしてください。配信だよこれラストね。あと1回戦当たる抜きチャボーズも野次第がラストで、これ抜き絶対効いてないねこれ。
ムートにそんな余裕があると思ってるんですか。さあ今日は抜きがいます。本当だ、ここ電波入んないね。バツがついてますね。 LT スマホリエができないじゃないですか。 Wi-Fi は繋がるの。みんな解放してんのこれ。ああそういうことね。はい、配信台終わりです。はい、今日シングル、シングル、ワイパー結構いいとこにいるよ、いいとこにいるよ。ベガ、ダルシム、ベガとかだよ。ベガがチュンリー、ベガ、ダルシム、ベガとか得意な国やだよ。バイソン、バイソンの方が嫌？ベガ、メインのベガより。最強だろ。どう考えてもバルルが最強だと思うよな。はい、抜き1回戦試合だから、はい、さあもう始めちゃっていいのかな。はい、じゃあね、第1試合、はい、2キャラ、2キャラというか2回、まあ、ライフ2、ライフにありみたいな感じです。はい、キャラ自由です。キャラ自由、毎回変更可能です。はい、じゃんけんしてください。なんかシャボーズ死にそうな顔してたねお前。じゃあじゃんけんで 1P2P。 はい、1回戦から抜きの試合が見られます。こっちさあさあ、超久しぶり抜きチュンリーですね。驚きましたね。まあ、今月だけスト2やるみたいなこと言ってましたね。さあ大山初のシングル、さあ抜き、超かなりのブランクがあるとはいえ、ヒットパワー、おっと、チャボーズ、チャボーズ、さあこれは削っていく。さあブランクなるの抜きに勘を取り戻させる前に殺していきたい。さあしかし抜きが端っこであっという間に殺していく。投げ異常に減りましたよ今。まあチュンリーの投げ減りますからね。チュンリーの投げはこれぐらいは覚悟しろと。さあ大パン、これはいい鳥かごですね。さあこれを鳥かごは、さあ逃げられてしまった。さあ飛ばれて、さあいいアッパか。これはチャモーズまだ全然、おっとこれは浮きが跳ね返ってしまった。さああとはこの戦列さえもう取らなければと言った先に地上ヒットやってしまう。地上あたりしちゃいましたね。そうですね、ちょっと運が悪いってことありますか。運が悪い。ね、あもう1回2分の1ぐらいですね。なんか完璧やっても当たったり当たらなかったり、ね、あれ2分の1なんですね。2分の1っていうか、なんか運がありますね。同じタイミングでやっても当たったり当たらなかったりします。あーチャボーズさんはもう1回 X サガット。そうですね、まあいろいろ考えるのはめんどくさいんでしょう。はい、さあしかしサガットチュンリーはかなり厳しい組み合わせ。アパが出ないがくぐっている。
さあ戦列を持たれて乗っかられてもう一回乗っかられる。さあ後ろから別に何かでかいのが入るわけでもないんでね。何が最大なんだろうね。大パンアッパカぐらい入るのかな。さあ端っこはきついぞ。さあ乗っかり失敗。しかし隙はなし。おお当たらない。さあ取り返すのが大変。サガット投げる。投げる。勝ったのは抜き。はい2回戦。はいおちゃる丸対ゆうべが。ゆうべがまだ野じゃやってんじゃないの。友田ゆうべが連れてきて。あ、ゆうべがさんとテラさん参加費払ってください。参加費ください。じゃんけん 1P2P あと参加費ちょうだい。ゆうべが参加費ちょうだい。 歯で参加費もらって。はい 1P2P じゃんけん。はい、ゆうべが2キャラ持ちで、ね、2キャラ2キャラ持ち好きなの選んでいいから。まあつってもベガだろうけど。あれ DJ 使うの？そんなそんな。あ DJ 入る。容赦ないですね。ゆうべがベガ使っても当てないと思うんですけど、DJ 使っていく。あしかしおちゃるの結構あるよこれ。しかしツーヒットになってない。おおあるか。死ぬ。それはさすがにこれはダメですね。さあおちゃる丸くんは相手が本田よりもなんかバルログとかよく使ってるイメージがありますね。さあ何を出していくのか2キャラ目。 DJ でもバルログもね結構いい勝負になるっていう話なんで、まあつってもホンダよりはマシでしょうか。さあバルログが出てくる。さあおちゃる丸くんはもう完全にバルログメインのような気がしますが、あれ中島くんエントリーもしかして知らなかった。さあどっか0回戦作るか。じゃあ16番 右下に中島くんね。山本さん中島で忘れてたじゃねえよお前。竜ライドひたすらやってたね。そんなルールないから100円。さあそんなこと言ってる間に夢が勝っていた。まあ、モニターを直接見てください。ニュートンの配信用モニターはかなりボロくなってます。投げて、さあ体力はバルを勝ってたんですね。やりますね。あっと今の差し込めたが、大敵痛い。さあ、おーっとやーりますね、おちゃる丸先生。さあ、端っこで、割とアバウトな動きをするんですが、さあ、ここは安い。おっと、美味しい腹の、おお変な当たり方。これは、はい、勝ったのは、ゆうべが DJ。ゆうべが DJ。次、友田バイパー。はい、よ、これは土曜、いつもの組み合わせですね。さあ、これ、そういやさ、先方とか申告してないけど、なんでもいいのも。2キャラ持ち
これじゃんけんで勝った方がキャラを先に出すかどうか選べるとかそういう風にしとかないと意味が分かんないですね。じゃあそうしますか。はい、今からそういうルールにします。今からじゃあそういうルールで今何も考えてなかったですからね。じゃあじゃんけんで勝った方人は後出しか席か後出しを選べる。席か後出しか選べる。うん、じゃあ友田さんが今じゃんけんに勝ったんですか。じゃんけんしてない。もう適当でいいよ。もうリュウベガ DJ、 ベガ DJ やねえわ。ベガホークやれよ負けたらかぶせろ。じゃあ次からね。次から友田バイソンを使っていく。ベガで勝つ自信がないのか。ああ、まあ、ワイパーはバイソンをかなり憎んでますこのゲームで一番強いキャラはバイソンだと勝手になんか愚痴ってましたが、まあでも強いですからね本当にバイソン。しかしこれはあるのではなかった。バイソンのクレイジーに対してホークはトワホンを出してもダメなんですかって。あ、ダメなんですか。なんかダメな気がします。さあ、上からだがいいくらいだね。いやーこれはきつい。さあ大パン勝ったのは友田だが、まあまだ2キャラ目がまだまだあります。もしかしまあフォークでいくでしょう。ワイパー他に使えるキャラといえばガイル、リュウあたりなんですが、まあ、その辺はね、友田のベガがちょっと厳しいと思うんでね。まあ、ホークで倒すしかないですね。そうですね。フォア？フォアから？さあ、しかしヘッド。あ、こっちもフォア。まあ、フォアとは言わないですけどね。さあ、フォアとは言わないが。はめて。さあ、ヘッド、いいヘッド。さあ、友田、ホーク戦戦い慣れてる感じですね。隙がない。お、これはこれはこれはクレーチーからのだけどまだありますからね。ゼロ。うわー、すごいところで当たった。すごい手に当たる。さあ、先飛び上手いですね友田。長い。さあ上から。さあこれはさすがに死んだか。ああ、おお、さすがですね。さすがに橋はね。まあ先ほどはかなり強引にいって橋に持っていったバイパーだが、今度は友田があんまり橋に下がらないように頑張ってる。あっという間に、うわ、さあグランドだけで減っていく。クレイジーで手堅いですね。削って、あとは誘致 OK とかな感じですかね。これは。さあ、ヘッドさあ地上のバイソンを憎んでいる。さあヘッドへの地上重ねがあまり最適化されてないですかね。あの技の出が遅いのがかえって嫌な感じなんですかね。キャラ自由でしょ。胸機械、違う胸機械じゃねえ、ロードカーシム。キャラ自由です。はい、ロードくん、カーシムとジャンテンしてください。セティかワンピーツーピーカーを選びます。違う、セティかワンピーツーピーカーなんだよ。同じですよあの勝った方は後出しかコンパネ選択のどちらかを、ね、キャラ自由です。自由です、はい、セティか後出し権を選べますね。選べますね。さあセティかワンピーツーピーを選んでもしょうがなかった。さあ、さっきご飯食べました。チャーハン大盛り食べてお腹いっぱいでお腹痛いです。さあ、DJ 対 S サガット。これなぜかカーシムは相手 S サガって分かってるのに DJ を出していく。意味が分からない。これは S サガ有利ですよね。さあ、意味が分からないですね。何なんですかね、カーシム。ナメプ
まあさすがにダルシムかけるには自重したということでしょうかね。エッサがダルシムでも言うほどダルシム有利じゃないと思いますけど、まあそうですよね、エッサがなら全然いけますよね。まあ博士クラスになるとさすがに厳しいと思うんですけど、相打ち OK。 さあこれはもう相打ちできない。あでも相打ちで死ぬか、ダブル手になりそうですね。相打ちでうまい、今の垂直うまいですね。うまくないが、おツイッとしていた、つながってましたよね。おお、よくつながりましたね。今の S、X 下がっただとむしろつながらなかったかもしれないですね。手も手も間当たりすぎて。さあ、川島がうまい。うまい。さあ、画面が青い。さあ、エアスラを軽やかに垂直ジャンプする S 下が。S 下がはジャンプの性能もかなりいいです。2フレで離陸しますからね。このゲーム2フレで離陸するキャラはバルロじゃない、ナルシムとベガとエスサガですかね。おー、ダルシム早いんですね。さあ相打ちはサガット側が OK。 さあ川島今度はおっとガード端っこへ追い詰めているのは川島だが、パーパカー、あー出る。さあ対空がちょっと難しいですかね。おっと今のは甘えたタイガーニー、あーっと肘が当たってタイガーニーはトバットカーニバルがフルヒット。カーシム器用ですね。さあもう一度エッサが、さあもう一度エッサが、さあカーシムの DJ がエッサがには DJ で十分だという感じですかね。いやーこれはうまいですね。あ、甘えのタイガーニーにはしっかりためキャラは反応しやすいですね。やっぱ DJ での S 探せに自信があったということですかね。まあそうなったことはないと思うんですが、ないですかね。単にまだロード君にはまあこれ使ってもあげねえだろうと。さあ今のは川島がソファカニを入力して出なくてなんかのけ取ってましたが、今のもジャックソバットはタイガーの硬直を蹴ったのか、結構遠くでも当たるんですね。おお、どうする。さあソファに突っ込んでいきましたね。時間がなかったのにはしょうがないしょうがないですね。そして俺の番か。あれ、ああ長州さん、長州さんまだです、まだうねバーサス機械があります。長州さんまだ大変失礼しました。まだちょっとボケるには早いですよ。ボケてないから大丈夫だから。はい、うね機械のガイルガイルが見れるのか。ガイルガイルですね。さあ後出しが機械が 2P を取った。もうでもこれ後出しも何もないんじゃないですかね。ガイルガイル、機械は竜使えるか。ガイルガイルめんどくさいんで、まあ、竜使う可能性も出てありますね。機械さんはキャラを変えてくる。ガイルガイルから逃げる、めんどくさいんですよガイルガイルは。同キャラをやらない、疲れるんで やりたくないんですよね多分。まあ確かにガイルガイルは本当神経削られますね。あれはあとね深い 2P だとね勝利点が出るんでね。あなるほど、
さあ、竜巻失敗。あ、これは梅くんはまず位置を入れ替えるところから始めた方が、まあ、ガイルで入れ替えるの難しいですけどね。投げぐらいですかね。飛んでいって真空はガードで OK。 さあ見てから竜巻ではなさそう。お、いいそば、いい勝負。さあ、おっと今のは、さあ機械足クソムーブをそれで勝って嬉しいのか、嬉しそう長州さん、自分でやってることをクソムーブと言ってはね、ダメですよ。いや、あれはクソムーブですね。あんなことやってると一つ強くならないですよ。今機械が気持ちよさそうに波動拳を打って真空をためだ。さあこの真空をどう使うか。おっと梅くんも、お、使わせた、使わせましたね。体力的にはガイルややリード。あと30秒。おっと減っていく。これは体力一緒ぐらいになってしまった。さあしかし踏み込みの足がちょっと遅かった。さあ時間がない、真空は出たい。おー、怖い。サガチュー、命がけのサガチューをよく打った。あの歩きは怖い。さあソニックラケンから垂直ジャンプ。さあ機械、これはピンチか。竜巻出ない。さあ真空を貯めたいですかね、機械としては。さあ昇竜拳、昇竜からサニットビー投げ、腹下がって何もしない。ちょっとあの投げの後ってあんまり形よくないですよね、竜画面端になった時って。真空があればね、ガイルがちょっと遅らせようか何しようか見てから真空打てる違い竜もいるんですけどね、差し心っていう。さあ今のはいい反応、しかしガイルもいい感じ。あー、飛び越してしまった。ちょっとちょっと展開が早くて焦ってしまいましたかね。そうですね、惜しかったですね。さあうねくんが2キャラ目もガイルを選択。さあ機械の波動拳がいい感じでガイルに。サガチュウ、おっと、いいサマー相打ち OK の総ダメ足から大昇竜が、さあ三段が入る。さあ運が悪い。さあ真空あるよ。おっと、よく打った。投げ、さあこれはまだ真空をもらってもまだ大丈夫なんですよね。おお、と強気前に行く。まあちょっとシンク怖いんでね。さあシン、おー、うまい、いいブラケンですね。いいブラケン、いいですよ。さあ機械がワンピン行ってしまった。さあこれは機械大ピンチ。入れ替わった。これ機械さんは入れ替え、そう、入れ替えた、これですね、セッターで入れ替えたっていうね。もう入れ替えた美味しさをあふれる入れ替えることしか考えてなかったですね。アゴニックラケンが入る。あ、踏んでしまった。ちょっと乗ってそう、勝利点出ない。何があの二人の間にあったのか。あの硬直の中に、まあ、腕が何かが見えたようだ。さあ投げ、おっと鎖骨、漂流点が出ない。出ない。あっと、ワンピークタリック様も食らってしまう。入れ替わったぞ、入れ替わった。これは機械ラッキー。漂流点からのさあ味飛びからの投げ、しっかりしている。さあ真空が溜まって、これ苦しい、これはガイル苦しい。おっと投げた。さあ機械がたまらず真空を打つ。さあ打ってしまった。ちょっとね、距離が波動拳で勝ったのは機械。今度こそ俺だよね。
はい、じゃあ今度こそ長州さん出番です。さあ、最近始めたクレジンさんですね。まあ、剣対ダルシムヤですね。お互いメインキャラの対決ですね。まあ、まあ基本的にはダルシムが有利なんですけども、これね、一回寄られるともうミクちゃんに結構されちゃいますので、投げ近寄られて投げ昇竜とかでね、全然剣側も荒らせるので、うまく距離を保ちたいですね、ダルシムは。さあもう一度ダルシムですね。さあ中足中足の2ヒット、昇竜拳で置き攻め、これがね、お、これどうする、お、離れていく。さあこれいい感じか、中足、さあ遠距離ですね、遠距離を保ちたいが、昇竜拳から、まあ、これもね追い返していく、昇竜昇竜、さあ出ない、出ない、さあちょっと難しいことをしようとしちゃったか、この膝蹴りからこの画面足がきつい、厳しい、投げ返して何もしない、あ、投げたのは長州さん。はい、川端くんを無理やり入れます。ゼロ回転は先にやります。川端対瀬尾をやります。瀬尾、瀬尾抜きとチュンリーチュンリーをやめて、そのラウンドが終わったらやめてください。さあじゃあ長州さんが独断で決めちゃいましたけど、まあ、先に下やりますか。じゃあ中島対山本やりましょう。中島くん、はい、ゼロ回戦中島山本。はい、その後瀬尾川川端やるんで、瀬尾くん終わったらスタンバイしてください。さあひたすらチュンリー同キャラを、川田君死にそうな顔してますけど。さあ山本チュンリー対中島ガイルかな。中島本田という選択肢もありますが、まあガイルでしょう。まあチュンリーですからね。
サトルネイリアッパー、まあ、あれはいい対空ですね。見てて気持ちがいいですね。さあ戦術がもろ入りましたね。見てからとかではしかしね、ガイルで戦列食らってもあんま減らないですよね。かなりまだ残ってますね。だから暗い判定が変なのて取りがでかくて、なんか 3発くらいしか当たらないですよね。あ、ヒット数減るんですね。そうですね。 あれ確か最大7発くらい当たるのに、ガイル半分、3発か4発くらいしか当たらないですよね。美味しいですね、ガイルは。立ってフルヒットすれば全部当たると思うんですけど、なんか中足とかに当たるとあんな風になりますね。さあ踏んで、ソニックラケン、さあこれは準備苦しい。ソニックラケン、もう一発、おっと届かないしかしこれを取り返すには戦列を当てて投げないとダメ。そんなに難しくないまあ、勝ったのは中島だが2キャラ目があります。何が出てくるか。まあチュンリーですかね。ダルシムとバルログ、バルログ使えるのか。ルー、まあ、ダルシム使えるならダルシムなんですけどね、まあ、ダルシム使えないのにね、ガイルかぶせてもね、その後出てくるホンダとかやられるのも。確かにそうですね。そもそも使ってないダルシムでガイル勝つの結構難しいじゃないですかね。どうなんだろう。まあ、うん、中島さんのガイルに勝つのは簡単じゃないですね。まあ、しかしリュウもなかなか難しいのではないですかね。さあ、おちゃる丸くんが横からシャーチャーアドバイスをしてますが、何か有効なアドバイスを送ることができるのか。リフトアッパー、さあソニック裏剣、裏剣、さあこれは中島ガイルが好き勝手に勝って技を当てている。さあ山本さん54の技を当てられていない。さあシングルダイヤシーからの中、上がったのは中島がいる。はい、今度こそ背負たい川又。川又君、じゃんけんして。はい、勝った方が関か後出しを選べます。背負が勝って関を選んだ。さあ、川又君は背負のキャラを見て選ぶことができますが、まあ、チュンリーか竜か。あ、なんでもいいよ。どうせリュウだろ、でも。え、背負うベガー、ベガー、あ、2キャラ、1人、2キャラ。2キャラです。同じキャラもあり。ベガー、ベガー、そう、最近東大戦ではベガーを使ってるんですが、ここでもベガー。川本君相手にベガー。ベガー。これは川本は許せない。俺を舐めてるのかという、強い意志は感じませんね。さあ、ちなみに川田君昔はベガは苦手だったみたいなんですけど、完全に克服してます。これはどうなんでしょうね。サソリと同じぐらいベガ戦上手くなったという段もあります、一部では。これベガきついパターンですね。だなで、おお、シンク、そして5ヒットからの鎖骨。さあ、川又のベガ戦投げて、また鳥かごが始まってしまう。これきついですよね、ベガは。そうですね、川又くんは、おっと、いいですね。中央がいい感じで攻めてます、進めてますね。さあ、中足くらいった、ナイトメアからの削りが確定。おっとですね、まあ、確定。さあ、これは瀬尾は、俺は竜には勝てるということなのか。おっと、今の開幕の
スライディングカラちゃんのヘッドプレイあれは何デビルリバースですね。読みだったんですかね。単に見せていっただけだろうな。単に見せただけそしてそのまま取り返さんな余裕があるのか。はい、いやー、さあ背負う2キャラ目は何を出すのか。またメガじゃないやね、さすがに。さあさすがにチュンリー、さすがに。さあ瀬尾チュンリー対川俣龍、まあ、東大戦の大将戦でよくある組み合わせですね。さあ戦列を貯めたのはチュンリーが、カティダが、さあファイヤー見てから戦列出しにくい間合いでしっかり波動打っていく。うまい、今の内野手はうまいですね。一方勝ちするんだ。あれやばすぎますね、ちょっと。まあしかし、背負うも、あった、おー、これは美味しい。さあ、ダルコを希望で何ですかね。背負うダルシム。さあ、鳥かごが始まってしまう。鎖骨、ナイスガード。さあ戦列が、おっと確定している。さあめくりからの小手百列っていうのは何なんですかね。さあエラーが発生して配信が止まった、大丈夫。配信止まってました、もしかして。あ、復活しましたかね。すいませんね、あの川俣対瀬尾という美味しい組み合わせが皆さん見られてなかった。あ、どうでしょうね、見れてた人は見れてたかもしれないです。さあ鳥かご、これはちょっと厳しいか。体力半分切って戦列も溜まっていないが、さあ壊し百列、壊し百列やね、壊しに行こう。さあ戦列たまる前にもうあと風前の飛び押しの体力になってしまった。そして闘魂ムーブさあ闘魂祭のようなスピニングバウトを出してしまった。さあ川俣がこれでリーチをかけていく。さあ見てから飛んで、さあ戦列たまった。セオも割と必死で中キックを振っていく。あの間合いの波動拳に戦列を合わせるのは無理。あーっと、これは投げて死ぬ体力だが、おお、まあ、川俣の台足は空振らないですね。チュンリー相手にもあれができるのは川俣君の素晴らしいところ。さあしかしこれは抜けていく。さあ時間がないが、このぐらいは1通では全然ある体力差。さすがに、さすがにあのチュンリーの中足に差し返すのは難しいですね。あれは本当難しいですよ。さあこれで2人ともマッチポイント。さあいい勝負だ。こう見てから飛んでいくのは川俣、そして先に戦列を貯めた。投げて、これはちょっと厳しい。今の投げは美味しいぞ。投げて、さあこれで投げる死ぬ体力になった。さらに戦列もチャージ、まあ、中足では死なないが、おっと中中からの真空で鎖骨、これは川俣全然ある。おー抜けたー、勝ったのは瀬尾、打ってしまいましたね。そしてテラ対中島、あち、そうです、背を連戦さすよりもテラ中島かな。はい、テラ中島、ジャンケンしてください。あ、勝った方が関か後出しを選べる。後出し、後出し、
まあこれ2人持ちキャラ一緒なんでね、ガイル、リュウどっちを出すかって感じですかね。まあつってもね、赤島くん先に出すならガイルでしょう。あ、リセットしてください。さあ中島ガイルに背負うだね、テラがリュウを出すかバイソンを出すか。まあガイル同キャラはないですかね。リュウを出していく。さあテラリュウ昇竜拳。さあテラ昔はニュートンにはよく来てたんですけど、今日来たの久しぶりですね。 かなり久々ですね。昔は毎回いたんですけどね。ん、昔は結構毎回ぐらいいた。そうですね、かなり。さあおやつをテラ。さあ真空は溜まっているが当てる動きはしていないですね。おっと、うまい、うまい、投げていく。開幕竜巻からの投げ。ガイルが体力をリードして端っこに追い詰められているが、まあ、ガイルは追い詰められているというよりも自ら端っこに行くぐらいのキャラですね。体力リードさえしてればもう端でもあんまり問題ないって感じですかね。体力リードされてても端でも問題ない。リードされてても端。あ、痛い、これは痛い、これは痛い。さあせこれは体力差が厳しいが、これ厳しいですね。真空があるので怖い。しかしまだ全然あると思いきや、あ、確定削りが、ね、さあ2キャラ目はガイルでいくのかな。さあ色を変えていくガイル。別に色変えなくてもいいですよ。水弾。さあいいダイヤシー。おっと、今のダイパーはね、おそらく大キックをしましたね。ニュートンのダイはボタンを強く叩くとパンチに化けます。そんなことないですよ。そんなことあります。めちゃめちゃ化けますから。ないです、ないです。これは治らないらしいですね。これな、運命なんですかね、あれは。なんかね、バーサスも1台そんな台があるんですよね。さあ、昇竜拳。竜巻で裏に回って垂直ジャンプ大パンチが当たる。垂直ジャンプ大キックが当たる。さあ、飛んでいってしまった。これはなーですね。勝ったのはテラ。じゃあ1回戦で、瀬尾対ムナーリ。ムナーリ瀬尾。さあ瀬尾はまた1キャラ目はベガを選んでいくのか。リセットしていいよ。さあ、セオベガ対ムナーリ・サガット。さあ、ステージは素早い、速い、サガット。
デガ残留ステージ。今ニコニコ不具合が起きている。今見れてないってこと。いや、さあゼロドット、ナイトメアも使ってしまう。さあムナーリがメインキャラの意地を見せていく。はい、これはニュートンの問題ではなくてニコニコの問題なんですね。そうですね、ニコニコでなんかハッ。さあニコニコ本社は池袋にあってニュートンに近いんですが、乗り込みますかこれ。さあセオペガがいい感じで削っていく。はあ、さあここはコパンから、さあこれ投げで死ぬ体力だったが逃げられてしまう。相打ちはベガ側 OK ですかね。おっとこれは、これはおっと中段でピオラセに行ったが使ってしまった。さあダブルに痛い。さあ上からパパか、痛い。これはダブル2が当たる。おお、さあ中足ダブル2が入ってセオが勝つ。さあムナーリ2キャラ目何を使うか。クレジット押して、さあムナーリ2キャラ目ももう1回パワット。ベーガーには勝ちたいのがサガット。やや曰く結構戦えると。あ、ベーガーは結構戦える方、サガット戦えるらしいですよ、ね、なんか見た感じ無理そうなんですけど見た感じすごいきつそうですけどね。ちなみにダブル2をガードすると投げかくらしいです、ベーガー側の。ベーガー側のそう、前によりますけど。やばいっすねこれ。さあ、ユーベがキックから、デビリバが結構対策難しい感じですかね。ちょっと変な当たり方をしている。さあ中足タイガーにからの、よくわかんないが、アッパカはしっかりガード。うわ、リバーされ何かが出ていたが、まあ、タイガー2で逃げようとしたんですかね。うーん、まあ、割とめくりはお、さあ3段入って、ピオリ、おっと安い。さあ勝ったのはムナーリ。やりますね、やっぱりサガとベガ戦えるんですかね。うーん、さあ瀬尾2キャラ目はチュンリーを出していくのか。あ、さあチュンリー出していく。しっかり見てから抜けるんすよ。ああいうことされると下がったら厳しいですね。まあ、あのタイガーがあの手がねすごい前に伸びてるからあんなところで当たるんだよね当たっちゃいますからね。さあ投げたのは下がって、今のは投げれたのは運がいい。さあまた抜ける、セオがしっかりしている。これ1ラウンドに2回やられたらたまんないですね。まあそうですね体力倍あっても負けますね負けますね、負けれますよ。
まあ、セオジャンプ攻撃の後は超低百裂を愛用してますね。なぜか、まあ、体力リードはムナーリ投げて、まあ、しかし戦列があるからこれは深く浮かつなことができない。おーっと、しかし投げた、気合の投げ、これはムナーリあるか。さあ先にリードさえすればカガット全然チュンリー戦えるみたいですね。ああ、なるほど。さあ、というわけでこれはリードしているムナーリあるよ、やっぱり。さあ、ムナったか、これは体力半分以上リードしている。さあ飛んで、さあこれ投げで死ぬよ、さあ大パン一発でも死ぬ。さあ背負う、これは大ピンチ。まあ、しかしまたまだタイガーでは死なないですかね。さあ戦列を当てたいが、当てることができるか。さあタイプ、これはムナーリ美味しい。しかし何で死んでしまう、サガットも。おお、さあ上からの、あー、勝ったのはセオ。セオがクソムーブで勝ちました。惜しかったですね。さあ抜きたい夢が来ました。さあライフ2つです。さあ衝撃リベンジ、まあ、そうですね、明日ケイシンが解説するんでマイクの練習で。あ、こんばんは、ちょっと久しぶりに。今から今着きました。俺喉が痛くなったんで変わって。いやいや、2人で喋りましょう、ぜひ。喉痛いだろ、あれ本当に。おじいさんがちょっとキャラは、変えても良いということで。はい、抜きはチュンリーチュンリーなのかな。で、そうなんですね、はい。そしてユーベガも1キャラ目はアベガというところです。まあ、抜きチュンリーやってないとはいえ、さすがにユーベガもここはベガ以外のキャラでチュンリーとやるというのはかなり厳しいと思うので、ベガベガになるんじゃないかと思います。いやー、これ動き覚えてますね、抜きチュンリー。さあ、しかし投げ返して、まだ投げ返す、超血管重ねからの投げで1ラウンド目はユーベガが取っていく。さあ、ザンギステージなのでなかなかお互いこうやりづらいところもあるかと思いますが、さあピオリッシュだぞ、ピオラないが、おっ、さあ陰りや着地の隙がない。おっと、これはチュンサマーを出してしまったので、おお、ジャンプ終盤地でやらせないぞと。これはきついですね。しかしチュンリー側もゲージが、おお、少し投げ、そして中足が重ならないでダブルリーが当たって、先方戦は有名側だという。まあ、抜きは2体目もチュンリーでしょう。はい、開幕は、アントニーからというところで、まず、しかし、はいはい、あ、そうか、こちらのモニターをね、さあ、ユーベガの連携が厳しい、地上のダブルに絡めた連携が、なかなかチュンリー側は、1回ガードしてしまうとというのはあります。さあ、しかし、これは確定はあったか取らない、めくり、中撃から投げる。最近、めくりからの投げを投げ返すときには相手方向にレバーを入れていると比較的投げ返しやすいのではないかというようなところが少しツイッター界隈で会話になっていましたが、実際試してみるとそんな気がしますね。さあ、また抜きが今チュンサマーにサイコクやってしまったが、一旦離れる、そしてさあ投げが一番投げ、そしてこの画面状況厳しいですね。しかし投げ返すが投げ返し分かって、さあ打撃だ、おお、さあ4ラウンド、結果的にはさすがに、そうですね、ステージが早いというところもあり、まあ、久しぶりだとこの速さが加味されたベガの動きというのはなかなか厳しいところがあるか、ユーベガがさすがの動きというところで見立てですね。はい、そしたら今、あ、次はそうですね、トモザ・カワシムというところです。トモザ・カワシムお願いします。ちょうど今対戦してたのかな、違うかな、はい、あ、次。はい、はい、それではカワシムが 1P ですか。はい、
はい、それじゃお願いします。あ、機械さん、あ、失礼しました。さあ、1P がカワシムザンギ、2P がトモザベガ、あ、すいません、トモザガイソンですね。この2人のこのサブキャラはそれぞれ相当強いです。音が小さめ。ちょっとじゃあこの2人が終わったら調節をしましょうか。あ、のじ合い台ですね、すいません、失礼しました。さあ、グランド5ガチだ。さあ、これで確定は取らない、できる感じから。しかしまだこれは分からないですね。バイソン側がしっかり見、おお、あっと、知らないこれはストレートにお考え打ちと。バイソンが残りました。1ラウンド目はトモさん、はい、試合打ち。いや、しかしバイソンの台足のダメージがでかいというのがよく分かる。さあ、きっちりとアントビー、グランド、グランド、端っこのグランド、グランドと。さあ、ボディ当たるが、お、投げ返す。そして踏み込みの台足。おお、トモさん、バイソン強いですね。さあ、先鋒戦のサブキャラ対決はトモザが制して、大将カワシムはダルシムが出てくるというところです。さあ、カワシムのダルシムはどちらかというと玉ありよりも玉なし戦の方が得意なのかなという印象があります。バイソン戦もかなりうまいぞ、ここまでそれを見せています。しかし、まだバイソン側もゲージは溜まりそうなので、まだ勝ち目はあるでしょう。さあ、インフェルノが出なかったか。おっ、さあ、で、おっと、出ない。これは投げとの、うん、投げの裏の中間グラウンドに刺さりましたね。で、目勝って1ラウンド目、ともザ・バイソンリーチをかける。さあ、きっちり投げ返す。そして、うん、安全な連携。このラウンドはまあもうほとんどやる意味がないぐらいのラウンドですね。お、しかしおっとおっと、分かんなくなってきたぞ。投げ返す。さあ、ちょっと危なかったけれども投げ返して、カワシムが取り返します。さあ、この開幕、お、大スラ。なるほど、これは勝負かけた大スラですが、まあ当たった時点でかなりこのラウンドは優位になるというところがありますね。さっきっちりここまであのミスで、お、しかしここで対空は失敗して、しかしまだ、さあ、トモザ・バイソンかなり飛び多めで暴れていくが、結果的には画面足まで行ってしまって、短パンチでもゲージがたまない。そしてきっちり確定を取る。さあ、カーシム対応力見せますね。さあ、これで対照戦となります。カーシムのベガ戦はどうなのかな。結構得意、苦手ではなさそうぐらいの感じかなバーサス東西戦ではどちらかというとカーシムが勝ち越している対戦ではないかと思います。まあ、ベガが相当厳しいですよね。しかしゲージはベガが先に貯めていく。体力状況も若干ベガが優位というところです。お、対空は今度は2ミサイルだったので、コパンが、おっと、これは何か読みで、はい、トミヤヒット。さあ、しかしベガもゲージがなくなったので1回こけるとやばいぞ。どうだ、あの投げ返す、ちょっと前調節ミスったか。ベガ側も投げ前は結構広いので、ナルシムがベガの投げ前外して投げるというのは若干の前調節がいるかなと思います。ダブルに相打ち、これはベガ美味しい。おっ、当たんないが、ダブルに投げる、めっくりフォアは使わない。そしてショックからもう一度投げて、暴れませんね。さあ、ナルシム体力はきついが、まだ全然さ、落として置き攻めスタート。お、しかし投げ返し、受け身取れてない。これはかなり厳しいか。画面端だと返しづらい。そうですね、画面端のヘッドは返しづらいと。おっと、半角の大キックがベシッと決まってトモザが大将先制すると。立ち上がりはトモザになります。はい、勝ったのトモザ。はい、やるな。で、俺機械か。俺大丈夫ですか。あの、右側に進むというところで、そしたら長州機械というところですね、お願いします。
戦ここでやって勝って上でここで負けちゃったって感じ。じゃあもう田中君との戦いは残ってないです、ね、残ってないです、ね、次は瀬田さんです。本命みたいな。やばい。さあ先鋒戦、長州剣は先鋒からメインキャラ剣です。そして 2P 側機械ガイルは先鋒竜というところですね。まあ機械ガイルは 2P 側の竜はかなり強いというところで、今回関が 2P なので竜にしてきたというところでしょうか。もし 1P だったらベガにしてたかもしれませんが、お、そうですね、コメントでよくベガ使いこなせるわというコメントをいただいていますが、お、その後先ほどの、そうですね、ユーベガ、トモザという、まあ、関東トップ2と言っても良いであろう2人のベガ、素晴らしい動きを見せてくれました。もう一人ね、最近ちょっと大西くんもまたやってくれるのかもしれないというようなところで、ぜひ彼にもまたベガをやってほしいところですが、さあ2ラウンド目は静かな立ち上がりですが、ファイヤーがヒットして、そして、お、うまいですね。まだ真空溜まってないが、屈伸からチュアシャドウ、さあ受け攻めスタート、めっくりから、お、頑張って歩いて投げる、そして台足。このラウンドはまだ竜側もゲージが、これで、お、たま、おっと、これで鳥かごにはなったぞ。しかし、お、飛び、しまわない、ダメージかなり低かった。そして15スタッチぐらい機械ガイルニヤニヤしているが15スタッチぐらいで、はい、1ラウンド目は機械竜が取っていく。8ぐらいということは勝利が出なかったということなのかその可能性がありそうですね。はい、さあ大将も、1P 側長州は剣です。剣で、立ち向かうというところですね。機械側としてはこの先鋒竜が負けても大将でメインの、そして剣にかなり有利なガイルを出せると。ちょっと今アンプミ高かったが、ガードした後の昇竜が当たってきましたね。さあこれはおっとっとと溜まっているがレッパではなかったいろいろ怪しい感じでしたが、はい、今飛びから連覇で終わってましたよねしかし、まあ、ピヨッて後のよくわからない波動拳でフィニッシュ。1ラウンド目は調子が当たる。そして飛びはきっちり落として、おっと、今のは遅らせ台足に我々の勝利当たって機械が押し返している。さあだいぶ場所的にも押されていて厳しい。おっと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 、コパンの後ちょっと今ジャンプ以降のモーションがありましたが、フォーヒット、そして置き攻め確定の昇竜重ねと。さあ先方のサブキャラの機械竜が長州のメインの剣を二立てしてしまうのか。旅が入る。しかし前調整うまい。そして昇竜出ない。さあこれはちょっと飛ばないと厳しいという感じに意識的には長州剣がなってきているんじゃないか。さあ地獄車、そして出る、うん、これはカッサー隊ですが、状況としては素晴らしくいいですね。さあ行く行く行く、ここは機械ももうあまり、うんうん、まだしかし可能性はあるぞ。お、さあ時間もさ、おお、波動打ちましたね。ダイゴスを見てから真空の仕込みが切れたぐらいのところで波動を打っていたというところですかね。かなりあそこのタイミングで真空は出しづらいと思います。そうですよね、はい、ダイゴス中だと危ないですけれども、一回その後であれば人間は入れてないですね。はい、長州さんが解説してくれましたはい、さあこれで、対象戦になります。さあ機械ガイルの剣戦というのはかつては非常に定評がありました。しばらくちょっと私は見ていないのですけれども、最近どうなのかというのを見せてもらいたい。かなり静かな立ち上がりですが、しかし剣側としては、おっと、あ、ダメージもらわない、うん、そうですね、ダメージを特にもらわずに画面は多少押せているので、ここからが勝負というところでしょう。おっと、今のは多分年間ジャンプが垂直になってしまった。もう一度やってみたが、サマーをもらう。お、ここはハマる。しかし台足は通さない。さあここからは爆笑を通すしかない。しかしスラストできっちり、お、まだあるのか。あ、しかしさすがに機械ガイルも暴れない。
ですね、1ラウンド目は終盤かなり激しい攻防ありましたが、機械ガエルが取っていく。さあこれで機械のリーチ、おっと出ない。グナナ隙だったんですかね、玉の隙にジャンプ大キックが当たったか。さあリードを2割ほどガエルが取って時間を使っていく。さあ近づいてきてソニックヒット、ちょっと攻めの糸口をここから頑張って探していくという感じになっていきます。さあここからが、しかし逃げそばが当たる、中足も当たる、そして前そば、お、取った。しかしここで投げ貸しの機械の本領を発揮する。これはここからのワンチャンというのは時間との兼ね合いになりますね。行くしかないんですが、さあガードでいいということか。これはもう投げ返さないでしょう。他も最後までガードですね。おっと、あ、今ちょっとでかいレッパーを入れれば逆転あったかもしれないがさあ機械ガエルがサマーパナスも、勝利ですね。まあ剣戦素晴らしかったというところで、3戦まであれですね、2回戦が終わったというところですか。はい、それでは、瀬尾くんと、中島さんお願いします。あ、ごめんなさい、すいません、ごめんなさい、中島さんじゃないです、寺さんお願いします。すいません、じゃんけんで 1P2P を、あ、瀬尾くんも、うん、瀬尾寺でお願いします。はい、あ、それじゃあボタン分かったらリセットしてもらっても 1P 側のところからでいけますので。はい、最後の2回戦は、1P がテラー、 2P が、セオですね。まあ、この2人もサブキャラがかなり強いのでサブキャラ見たいんですが、お、テラさんは先方からメインですね。となると、まあテラはリュウリュウ、セオがベガチュンリーというところでしょうか。さあテラさんはベガもそれなりに使えるので、リュウを使っててベガの弱さというのは結構知ってるんじゃないかとは思いますが。さあ、おっと、こう暗い投げ失敗で逆投げ、投げは通らないが、おっと空中ぐらいで、これは確定はないので、ヒット取ったところで、あ、今週東大戦でこれテラ負けてんだよね。あ、そうなんですか。このカードでベガ、ベガ、へえ。いや、あのね、ちょっと言っちゃあれですけども、セオベガってその辺のメガよりはるかに強いですからね。あ、というかセオベガがすごい勝ってたのかな今週は確か。いや、セオは誰かに勝ってたのね。友田、はい、友田と同キャラとかに勝ってましたね。ああ、友さんのキャラがあったんですね。ちなみにセオフェは東大戦で俺にやられる役です。ベガ剣簡単なんですよ。剣があんまり動けてなくてもベガに上がってるんで。へー、あ、そうですね、足払いとかいらないんで、ベガ戦って。何が波動と昇竜剣でなんとかなるんで。ああ、なるほどね。昇竜かすらせ、波動と昇竜と飛び込みでなんとかなるんで。飛び込みですか。あ、ぶっちゃけ足払いとかいらなくて、はい、お、これは口、あんまり細かい動きは必要ないから、剣はベガは楽なんですよ。あの、精神的に楽っていうのはあるのかな。精神的にも楽だし。なるほどね、ベガは逆ですよね。あんまりやり込んでなくてもベガは、ベガ戦はそこそこできる。できる。お、以前2回転と話してた時に、2回転はもうあれは確実にベガ有利だと言っていたんですが。さあこれは痛い。うん、これはやはり人間つなげるのは難しいところか。さあ3段ピオラスが、うん、それあれはね、うん、つなげるには気合が必要なんです。気合ですか。ボタンをたくさん叩かないと、うんうん、要は運だから技が出るか出ないかって。そうですよね。入力飛ぶか飛ばないかなんで、はい、飛ぶまでボタンを押さないとダメなんですよ。シンクロ連打並みのこう頑張りをこう、だから目押し一発押しても絶対出ないんで。出ないですもんね。セオはそういう気合がないんで、まずつながらない。気合がないという。なるほど、それがセオの弱点ということでしょうか。まあそれが得意な人間というのはあんまりいないかもしれませんが、死ぬほど個性はとつながるということですね。なるほど、そうですね。で、チュンリーの場合は3フレーム目で発生する想定があるので、お、なるほど、このネタはね、このネタは非常にガードしづらいですね。まあ、テラー2キャラ目は何を使う？まあでも先方でメインを出してきましたので、いや別に2キャラ目も竜でいいでしょうね。はい、さあテラーガイルとかもあるんですけど、チュンリーには竜とガイルどっちがいいのか。
結構微妙な感じですけど、ただやはりセオチュンリーは関東で数少ないガイル戦もちゃんとできるチュンリーなので、さすがにテラさんガイルだとき、おっとっと、今のはコッパンが当たらなかった後の中足に真空と、そして中盤強制ガードからのファイアヒット、置き攻めの竜のしゃがみ中パンチは、はい、下段になったり下段になるので、はい、チュンリーはめんどくさいんですよね、ガードするしかないで、はい、しゃがみガードをしないとダメなんですけど、そうなんですよね、天照脚も当たらず百裂とかでもダメっていう、はい、ただまあ結構割と立ってると叱ることがあるんで、はい、そこら辺がちょっと難しいところですよね。そうですね、多分なんですが、あれチュンリーが食らうと、その後のファイヤーが百裂と相打ちになってもこけないので、おーっとこれはここが死にますか、うーん、2ラウンド目なので、あれは8ヒットは、はい、即死球ですね、2ラウンド目は、はい、1ラウンド目、2ラウンド目は、おさあこれピオリーチ、そうですね、あれは一番決めやすい2ヒット、おっと、闘魂ムーブ、はい、そしてこの焦点手は見てからです、安全な、安全な連携ですね、あ今の気候まで安全ですね、おっとっと、これはミスだと思うんですが、おっと藤沼ムーブ、そうですね、闘魂と藤沼がインストールされてましたね。ちょっとそこが組み合わさったような、まあまあでも足し合わせという感じで2で割らないぐらいのムーブですね、はい、ということで、はい、4人で揃いましたね、ゆうべが対友田が先から、はい、それでは準決勝第1試合、ゆうべが友田という、はい、ベガベガやってください、はい、ベガベガやってください、いやこれはね、多分ね、UDJ が出てくるんじゃないでしょうか、はい、関川後出しさあ、1P がゆうべが、2P が友田、リセットして、ゆうべがリセット、何クルクルコンティニューしてる、ま、相変わらず見てないですね、はい、あで、ゆうさんわかるかな、ゆうべが何もやらない、ゆうべが何もやらない、ゆうべが30年以上ストツをやっていて、ワンピガに座ってるのにリセットのやり方を知らない30年やってないか20年ストツやって、そうです、あのテスト画面の出方を知らないっていうね、はい、そしてなんか迷わず UDJ、UDJ 対友田ってことないか、メイン使う気ねえのかお前ら、さあこれはチューブで有名ないい組み合わせらしい、そうですね、かなり確かも DJ が有利という話だが、そうですね、DJ が 6.5 ぐらいあるんじゃないかというようにチューブ勢から先日お話を聞きました。さあアントビー、大ジャックに対するアントビーは結構難しいぞ、そしてあのエンコパンってしゃがみに当たるんですね、さあおっと今の確定ではないこれは、マイソーこれは殺しに行きたい、そしてめくらないだらしい、リバサのハニバルはガード、さあここはさあ前へ飛ぶとダメですね、今の距離ですと大結果が相打ち時の確定ですね、さあ1ラウンド目は UDJ、 おこれはストレートで相打ちを取った、さあ先取りがを食らい投げ、ワンパンチはガードになるが、しかしまた離れてしまったので、ここからはバイソンしばらく我慢の時ですね、まあ、ゲージは貯めたいぞ、お、しかし踏んでしまう、さあ、アントビアしない、これは DJ 美味しいね、これはガードタブだったのが、ちょっとスキャッパー間に合ったかもしれないが、いやまあ、アッパー出して暗い投げまで確定ですよね、そうですね、なので暗い投げもしくは打ちまではできたかもしれない、お、うまいですね、今のは、まあ、これは、お、なるほど、今のは繋がらないと判断したか、逃げジャンプ大キックで投げスカリを、とがめてピオリ、 DJ の逃げ大キックは強いですよ、強いですね、投げ返しを蹴りますからね、あれ、はい、ちょっと背が高いキャラなら、あ、ほとんど当たるんですかね、投げ返しに対しては大体のキャラには、まあそうですね、そうですよね、まあやる必要がないキャラもかなりいるので、さあそして、友澤大将 DJ、 おっと今のは、空中ぐらいを狙った中大サバットに、ジャンプ中パンチが空中ヒットしたというところですね、あ、 DJ 側は中大サバットで空中ぐらいできるっていうのも結構地味にでかい逃げ手段になっていると思いますが、さあ友澤が、うん、うまいですね、うまいですね、先日の ×5 でもフジモン DJ を友澤が大将戦破るというような試合ありましたが、友澤は DJ 戦かなり気合い入れて取り組んでいるのか、まあ、関東いませんけどね、あ練習できないはず、練習できないはずですが、しかし頑張っていると、おさあこれはさあこれ投げ返しの中盤、そしてこれはアウト、おっと今のはベガーだから DJ がよく投げた、 DJ がちょっと前に行ったのか、ライト目はある、厳しい状況、
かしこれでリングマッチになるぞ。投げる投げる。さあ、夕暮れがトモさんにこれ3回ぐらい連続で割れてない、もしかして。あれそうなんですか。ニュートンの大会で、ノーキャラがね、どっちを出すか。ノーキャラになってしまうと、トモサカもかなり。もう一回 DJ。 さあ、マニアガイデンを発出させるよ。さすがにもう待てないでしょう。ちょっとここはもう悔いが残るぜ。悔いが残るぜ。セリフがちょっとあれですね。悔いが残るぜって言うとね、別に残んないですよね。勝つから残んないっていう。しかしこれでね、負けると悔いが残るんですよ ね、 なるほどね。 勝つと全然悔い残んないですよね、はい、もしも言った方が悔いが残るんですよ。あ俺はなぜ煽ったんだと。そうか、それありますね。さあ、しかしこのラウンドも今のところ1秒目がリード。おっと、このチュアシーンとでかいか。投げる。さあ、トモダ乗っている。乗ってますね。投げる。投げる。受け身がない。おっ、シュシュ、おい、見えるぞ。我慢の時間、さすがに距離は取れないが、しかし体力の距離、相打ち美味しい。おお、なるほど。投げる。ゆうべがまた負けた。ベガに勝ちたくないみたいな。なるほど。そういうことですね。ベガを痛めつけるな、この前の優しさでしょうか。優しさがありましたね、はい、ベガが好きですからね、ゆうべが。はい、どうもさ、トモザが決勝進出となります。決勝トモザ対セオ。違う、まだ機械さんは一応いますんで、はい、失礼しました。準決勝の第2試合は機械がもうセオに負ける前提。いやいや、すいません。一応はひどいですね。はい、準決勝第2試合は機械セオです。二人してひどいことを扱いになっては機械が意地を見せるか。一応そうですね。さあ、セオがまたベガを出していく。そしてじゃんけんに負けて機械ガイルが、1P になってしまった。機械はこれは何を使うか。 1P なんでね、 1P だと。そしてセオベガが来るとベガも使いづらい。そう機械ね、ベガ戦ね、あんま下手くそくないんで ね、 てかベガ戦できるやつが少ないですよね、ぶっちゃけ。ベガガイル、確かに今コタカガイルがかなり向上してる。コタカ無敵だけですよね、ベガ、ね、はい、あとはチューブとかだといるのかもしれないですけれども。でもどう考えてもまだガエルが有利だとは思いますが。いや、俺は絶対ベガ有利だと思います。え、そうなんだ。絶対ベガ有利だと思います。剣は有利だけど、ベガにガエルだとベガ有利になるって考え方。だってこれなり放題だよ、ベガ。なるほど、でも当たらん、うん、なるほどね。難しいですね、ベガ周りのダイヤというのは。本当に人によってあの持論が変わってくるというところで、結論が出ていないところありそうですが。さあ、勝ちパターンがベガいっぱいあるよ、これ。あ、まあね、そうですよね。さあ、さすがにここはキャラ差を取った機械竜、1P 側ですが、まあ、まあ、メガ竜はね、入れ替えやすいんでね。そうです、今私もそれを言おうと思いましたが、行こうと思えば軽いダメージで 2P に行けます。さあ、投げて、おっと、しっかり下がる。さあ、また 1P に投げる。さあ、あのデビルリバースのね、はい、そう、出しづらいですよね、いつでもこうリスクを伴うという。おっと、これはたまる。おっと、やってしまった。いらないことをやったべ、機械。さすがにセオですからね。あー、セオを舐めていた。はい、まあ、もちろんスパコン出なければその後非常に状況は良いですが。おっと、面白い研究を見せてくる。さあ、これは確定、ダイヤシャー当たらない場合なので一回バックジャンプと投げて、昇竜大昇竜からの鎖骨。鎖骨やろう。さあ、クソムーブ。クソムーブですね。こういうとこがね、ちょっとね。さあ、サブキャラだとこのぐらい。さあ、これは昇竜点が出ないからの、あー、コパンかよ。コパンであれば振り向きにも一応間に合うということなんですかね。いやー、単に困ってなんか押すことは なんか押しみただけですね。いや、ベガだったらコパン連打効くんでいいんですけど、はい、そうですね、龍拳のコパンはね、近距離連打効かないんでね、はいはい、あ、そうですか。遠距離のジャブは連打効くんですけど、はい、近距離の肘打ちは、うんうん、あれでも連打できますよね。連打できないです。できないんですか。あ、じゃあ今のは裏に回られてたらコパンでもダメだったかもしれない。さあ、下がってから踏み込む、うん、そして衝撃中足、これ結構厳しい。さあ、これは確定ですね、ほぼ削り角かと思わせて投げる。そうですね、今のちょっと下がって D で2発というのがかなり耐震なら有効そうな削りでしたが、それをやらずに。ショーティックサリアって、ショーティックダブル2とかでいいんじゃないかな。確かに、遠距離でもアンガサネは一応できるので、遠ショーティックダブル2でもいいのかもしれませんね。さあ、ここで機械たまらずメインを出していくが、しかしこれ大丈夫なのか。さあ、出していく。さあ、めくりが当たる。まあ、1回様当たればというね。さあ、しかしこの間セオベがね、アゼガエルにボコボコされてたんで。あ、そうですか。
アゼガイルはあのベガ戦が非常にダメなので有名と聞きますが、まあ、そのアゼガイルにフェオベが混ぜてたんで、はい、まあサブキャラなのでサブキャラなので苦手キャラがいるということかもしれませんが、どうぞ。まあ、一覧の目はそこまでそんな感じしませんでした。さあ機械ガイルも対応を正直見せる。そしておっとジャンプ台結構置いていた。そしてさあトモダが機械のがベガ戦が上手いと言っていた。はい、どっちが正解なのか。さあ、ゆうべが対機械はね、ほぼゆうべが勝つんですけどね。そうですよね。あーこれはでも悪くないですね。おい、死なない。ナイトメアはこれはさすがにきっちり。さすがに、竜の時とは違う。しかし、今の3番減らなかったですね。4分の1なかったのに残りましたよ。さあ、そしてセオは、チュンリーを出してくるが、はい、が機械ね、チュンリーでうまいことで定評があったんですよね。え、あ、過去ですね。7年前ぐらいはうまかった気がするんですが、大阪から帰ってきた、大阪から帰ってきたらなんかやたら下手になってしまったと。じゃあ大阪から帰ってきた時はうまかったんですよ。え、嘘だ。そうそうそう、帰ってきた瞬間ぐらいうまかったんですよ。あ、瞬間ですか。いや、その時だってあの東条となんか、はいはい、なんかナンバーかやってボコボコしましたからね。あ、そうなんですね。あ、失礼しました。じゃあその後ですね、その時期私もやらなくなった時期と若干リンクするので詳細があれなのですが、さあ瀬尾は、はい、ガイル戦は中野ですと中島さんが相当チュンリー戦うまいガイルなので、中野ガイルとかとはそうですね、過去はやっているし、そしてお兄さんの動きも見ていたというところはあると思いますよ。まあ、しかし瀬尾はあんまりガイル戦得意なイメージないですよね、はい、ただ瀬尾チュンリーは数年前に小高ガイルに13連勝したこともあるらしいので、まあ多分他にいませんよ、小高ガイルに10連勝以上できるチュンリーって。いや、昔の抜きはもっと全然勝ってたじゃない。あ、うん、まあそうですね、あの頃の小高ガイルはちょっとそうですね、ここ数年の小高ガイルに10連勝できるチュンリーというのはもう出てこないでしょう。そのぐらいガイル戦は苦手ということは間違いなくないはずです。削っていく。しかしちょっとこれはガイルも押していけば十分ありますね。全然ありますねこれ。しかし押せない機械ガイルそして結構食らってしまう。ちょっとねこの前に出ないガイルだとね、まあ、飛んでいく、うん、やっぱりチュンリー戦がうまいガイルというのは、まあ、ソニックワーケの場合にずっといる感じですよね。そうですね、もうあの溜まる前にガンガン2バズーカで出ていくというスタイルを。おっと、つながってはいないが、さあこの技術さんの当たってしまってかなり状況厳しいが、そしていやいいゲンですね今の。おっと、相手ショッケ。さあ、おこの飛びが当たって、うん、中足かくらせる。さあこれで、おっと今の裏剣ミスは痛い、下がってしまった。うん、おしかし中足しっかりしている。まだ全然あるぞ、あと中足は3発、しかし前に出ない、出ないとか出ないのに。さあ下がる、そうですね、溜まってしまうと下がらざるを得ないところも、しかし、おー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 、戦列ポイントがいっぱいあったが、これはガイルありますよ。我慢して、おっと何もしない、おっと大パンをしていない、なぜか。さあしかしここはよくガラしました。あーっと機械、機械押せるか、頑張れ頑張れ、投げるか、おー投げない、相打ち機械よく持ってったちょっと今このお互いあれですね、あのさあグダってましたね、人間らしさをちょっと見せてくれましたね。セオチュンリーにしてこういうことがあるというような。しかしまあ機械もやることがあってなんとか一にも、おっ一歩勝ち、これは大きいぞ。さあそうですね、踏み込みの中足はかなり卓に、おっと今サマーは当たんないのか。さあそれは繋がんない、置いてしまった、ガイルキック置いてなければサンダー繋がったと思いますが、あこれはセオは痛い、投げる、投げて、そして下がっ、おっ飛ばない、あっ、ダッパー、今のはソニックさんはできそうだったが、さあここは安い、投げがちょっとそういう感じ、あちょっと、しかしまだまだあるが、あーどっかりでセオが勝つ。まああの辺が機械らしい負け方ですね。機械ガエルらしくリードを取って、機械ガエルらしく逆転負けをしたという感じで、さあ決勝はそうですね、ラストを見せた友座対セオ、はい、友座セオですか、なるほど、まあまあ順当。さあリセットして、あ、セオチュンリーはリセット大丈夫ですね。はい、はい、それでは最後の決勝になります。 1P がセオ、2P が友座と、どっちが先出し、友田がバイソンを先出し、なるほど、セオは1キャラ目からチュンリーを使っていく、チュンリーがなかなかえげつないですね。
トモザベガのキャラセレはチュンリーには厳しいキャラがかなり多いので、友田はチュンリー戦得意なんでね、まあまあそうですね、それはありますが、言うてもまあ、まあ、セオモベガ戦かなりやってるんで、ですね、まあ言うてもキャラ差はかなりある。バイソンもね結構チュンリー戦うまいと思うんです。ああ、しかしこれは気合の投げ返し、まあ、投げで死ぬ体力だったので安定しやすい逆投げで今はね投げ返しましたね。前投げにしようとするとティコが出たりで比較的こうハードルが上がります。さあ1ラウンド目から2ラウンド目までここまでセオチュンリーがかなり優位に、もしかしてブラックを当たる小物道のこれで、そうですね、お、いいですね、なかなかこう川勝バイソンリスペクトっぽい強引な2回転こうやるんだよ。なるほど、そうですね、チュンリーに勝ちたかったら、はい、まあ、近づいたらこのぐらいゴリゴリやるのがバイソンが一番良いでしょう。あっと今のは大転生が当たりそうだったが、おっと今のちょっと距離感ミスっている。そうなんですよね、セオチュンリーの当たり、当たり、セオチュンリーはね苦手なんですよバイソン戦が。さあセオはバイソン苦手なので、はい、チュンリーを1回目から出していった、はい、ということか。まあそこまで読んでいたということはないと思うんですが、さあセオチュンリーが先に大将を引きずり出されてる。2キャラ目も当然のごとくチュンリーを出していく、はい。さあこの組み合わせチュンリーあんまり考える必要はないと思うんですけど、そうですけどね。さあ百列と中足と地高点をランダムに出して、はい、バイソンが引っかかったらちょっと攻めるみたいな感じでいいと思うんですけどね。そんな感じがねするんですが、あ、これはあとも中足こすってればいいと思うんですけどね、はい。そして拾ってからの転生、まあ、1ラウンド目はきっちりチュンリーがチュンリーらしく振る舞った。しかし2ラウンド目2発で4割近くゲームオキ、あのゲームオキが結構ねバイソン対応しないと相打ち狙いの、そうですね、ストレートにゲームを置くというのはかなり強力なことです。バイソン側はそれを読んで遅らせグラウンドというようなところもできるんですが、当たり、ファイブ、これはもう4ドットなので、おっと、ダイヤシー、まあ、いいでかいターンパンチやりましたね。そうですね、でかいのを 4,5 発当てただけで2ラウンド目はバイソン取り返す。開幕相打ち、これはバイソン美味しいぞ。しかし中足が当たったのでやり直し、相打ち取られるが、まあ今の、うん、爆裂、うん、これは飛び余っていた。そしてアントビさんなんで押し返す。あ、今の、うん、なんで、はい、なんだか焦点なんですかね。あーっと、あー、いや、あれはでもゲジタメ、あっ、さあこれは、ああ、これは以上にチュンリーが投げない。さあこれはもうチュンリーがミスらなければ一本負けすることはないという、うん、そうですね、百列で、さあセオちょっと怪しかったが、はい、さあトモザは最後どっちを出すか、ベガ出してほしいですけどね。バイソンでもいけそうな感じでしたけどね。まあ、ベガでいくんじゃないですか。やはりここはプライドを持ってというぐらいにトモザになってると。さあベガ、チュンリーがね、チュンリーは、はい、セオが昨日ユーベガと100万やったらしい。そうですね、経験値1万ポイントユーベガ貯めたと言っていましたが、セオ側の経験値はどうなったのか。まあこの人はちょっとレベルマックスぐらいあるのかもしれないが、投げて投げる、こう足キック、落ち足っこジャンプできるんですね。お、これはトモダベガ頑張った。しかしまだ投げ受け身に耐えられる。ああいうちょっけ、さあ今ジャンプ中パンチ出していると対空一歩ぐらいだったんですが、トモザ出さずに2ミサイルでね相打ち取りました。1ラウンド目は取る。そして大きい攻めめくりから、おっと、しゃがみぐらいから、背中蹴り、しゃがみぐらいも多分あれ背中蹴りのミスでしょうね。なるほど、さあ100列当たって、ここはこれで投げの、お、投げないが、コパンで落とす。そしておっと前ジャンプ、まあ、このラウンド、おっと跳ね返ってしまう。まだあるといえば、お、さあこれは確定が取れないが、うん、見てる、きっちりからキャンテンションで落としていく。はい、からキャンテンションは小足中テンションの方がいいと最近私思うんですが、なかなか進行しませんね。中足からキャンションテンションよりも小足からキャン中テンションの方がいいんじゃないかと思うんですが、まあどっちでもいいのか。お、どうなんだろうね。さあこれは超テンション、無敵時間どれが一番長いですかね。ショーが一番多いんですが、そうですね、6、4、2だったかな。相打ちまだベガもある。おっ、相打ち、一歩がちょうどいないか。さあこれは痛い、そんなに痛くりつけた。あっと、しかし今
複数まで、まだあるよこれ、うん、あー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 受け身だな、あー怪しいが勝ったのはセオ、お疲れ。ちょっと今お互いあれですね、最後はアントピにはなってたように見えましたが、からジャンプになってセオが投げてというところで、最後セオが投げて、セオの勝利となりました。はい、今日の一人ツーオンツーは、人数結構いっぱいあれだったんですけど、18人参加と結構な人数参加いただきまして、優勝はセオとなりました。あ、マイコン両機かと、すみませんでした。はい、お疲れ様でした。あ、じゃあ優勝したセオさん、写真大丈夫ですか？写真、はい、じゃあね、そういうことで本日のランバトは終了いたします。お疲れ様です。Oh!
Thank you.
Fight!
ー